艦長、遠方より重力反応。これはグラビティブラスト。ターゲットをすべて撃破してください。ターゲットの位置を送ります。所属自衛艦のグラビティブラストに巻き込まれないように注意。こちらから警告を送ります。エオジオンとギガノスもいるな。だがグラビティブラストで応戦している勢力は2回。さっきの黒い機体を援護しているようでしたが、こんな時になんだがどうにも気なくさいの。アマテラスの間からも敵勢力が出現しています。どうなってる。どうやら内部に敵の手紙が潜んでいたようです。そんなのありかい。俺の助けが必要かな。挟み撃ちを受けないよう注意を。ともかく全滅あるのみです。大したことないな。こんなのに勝てるのか。グラビティブラスト来ます。左遷場から退避してください。艦長、どうしました。地球の敵、木蓮の敵、宇宙のあらゆる腐敗の敵、我々は火星の後継者だ。これは各機聞いてください。たった今、火星の後継者と名乗る組織が声明を出しました。目的はアマテラスの占拠です。マイクロウェーブ、来ます。こちら第6部隊、まもなく攻撃を開始。ねえ、やってくれたな。戦わなきゃ守れないものもあるんだ。周到に計画された作戦のようだ。火星の後継者がアマテラスの占拠に成功した。各機周辺の掃討に当たれ。新たな敵艦を確認。敵を追っ払っちゃってください。来た。どいつもこいつもまとめてかかってきやがれ。この涼子様が相手だ。ちょろちょろすんなってよ。所属不明艦のグラビティブラスト、さらに激しくなります。そんなんじゃすぐやられちまうぞ。運も腕の内よ。アマテラスの13番ブロックに黒い機体侵入。そんなの公式の資料にありませんよ。モニター出してください。黒い機体、内部で火星の後継者と戦闘開始。あ、アキト、アキトさん。一応、甘つくいまでの武力は
火星の後継者の神、人にして人の道を外れた。俺がもらっちゃうぜ。僕が援護します。誰かがやらなくちゃいけないんだ。連邦にしてはなかなかやるな。この感覚、強化人間か。ニュータイプ専用モビルスーツ。やがったな。今は敵がファンデを射出したら。北進の部隊が目標の確保に成功しました。つかない連中だが、手際は悪くないんだから。一人で戦っちゃいけない。いいよ。くそ！撤退する！